こんにちは。ニコライ・ゴーゴリ作、平井はじめ役、花の9回目をお送りします。あたりには、皆それぞれ書きつけを手にした、老婆だの、手代だの、門番だのといった連中が大勢立っていた。その書きつけには、貧困法制なる御者、雇われたし、というのもあれば、1814年パリより購入、まだ新品同様の競馬車、売り足しというのもある。そうかと思うと、洗濯業の経験あり、他の業務にも向く19歳の女中、雇われ足しとか、堅牢な馬車、ただしバネ1個不足とか、生後17年、灰色のブチある若き看馬とか、ロンドンより新に着、株及び大根の種とか、設備完全の別荘、馬や二棟、並びに素晴らしき白樺またはもみの植え込みとなり得る辞書付き、といったものも見受けられ、また、古靴底の買い手募集、毎晩8時より午前3時まで競売、というようなものもあった。すべてこうした連中の押しかけていた部屋は手狭であったため、室内の空気がひどく濁っていた。けれど、八頭館の小有夫はその匂いさえ感じなかった。というのは、ハンカチを当てていたからでもあるが、第一、肝心の花そのものが一体どこへ行ったのやら皆目わからない低たらくであったからである。時に、ぜひ一つお願いしたいのですが、非常に緊急な用事なんでして、と、とうとう我慢がならなくなって、彼は口を切った。はい、ただいま、ただいま。2ルーブルと43カペイカなりと。ただいま、すぐですよ。1ルーブル64カペイカなりと。そう言いながら、白髪の紳士は、老婆や門番たちの目の前へ書きつけを投げ出しておいて、ところで、あなたの御用は、と、ようやく小有夫の方を向いて尋ねた。私のお願いは、と小有夫が言った。詐欺ともペテンともつかぬものに引っかかりましてね。それが今もってどうしてもわからないのです。で、その悪党を私のところへ引っ張ってきてくれた人には、相当の謝礼をすると掲載していただければよろしいんです。ところで、お名前は何とおっしゃいますか?いや、名前など聞いて何になさるのです。そいつは申し上げられませんよ。何しろ知り合いがたくさんありますからね。例えば、後藤館夫人のチェフタリオワだの、左官夫人のペラゲア・グリゴーリエヴナ・ポドトチナだのといった塩梅に、それでもしもそんな人たちに知れようものならそれこそ大変です。ただ八頭館とか、いやそれより少佐級の人物とでもしておいてくださればいいでしょう。で、その逃亡者というのはお宅の下男ですね。下男などじゃありませんよ。そんなのなら別に大したことではありませんがね。失踪したのは花なんで。へえ、それはまた珍しい名前ですな。で、その話とやらはよほどの大金を持ち逃げしたんですか?いや、花というのはつまり誤解されては困りますよ。つまり私自身の花のことで、それがね、どこかへ失踪してわからなくなってしまったのです。畜生め、人をバカにしやがって。今日はここまでといたします。ありがとうございました。